最終的に
昭和の、そうですね、昭和の調味料の回復ね。今日はもさといも鶏肉メインですが、いろいろなね、お野菜を使えると思いますので、はい、わいい感じになりますね。これ誰が10分と思いますね。だいぶこう、色つや変わってきました。こんなふうに食べた時に十分あります。ですから、あと切り方、そうですね、はい、はい、ズッキーニですか。今回ズッキーニを入れていきます。これ乱切りにしてあります。このぐらいだと大丈夫ですね。そうですね、はい、はい、そしてアンチョビです。今回2枚使っていきますね。はい、こういった材料を使っていきます。何でもハサミ